皆さんおはようございます。これからやる10分ヨガは毎週火曜日7時からインスタグラムで行っているライブヨガです。もしインスタグラムをやっている方はですね、ぜひ朝7時インスタグラムライブでお会いしましょう。じゃあ今いるところでもいいし、今日はねダウンドッグあるので、もし、マットがあればマットでダウンドッグだけど、ない人はですね壁でダウンドッグでも OK です。自分で朝はね体を動かすことが大事なので、自分で作り上げてください。じゃあ今日はジャンプから始めます。片足を順番にマットに置くジャンプ、片足ずつのジャンプ、もう手の力も抜いて、手もブランブランとシェイクしていきます。じゃあ片足ずつジャンプした後は両足で、両方で同じ時にマットにつくようにして、そして膝のこのボワン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 としたね、なんていうの、この柔らかい力も感じてきます。じゃあジャンプし終わったらマットがある人はマットの前に来て、一回膝曲げて全部の体の重心に任せて体重を足の裏全体で感じていく。右にシフトして、左にシフトして、かかと前、目閉じて足全体でマットを感じていく。今日一日もこうして二本足でこの土地、この地に立てたこと、起き上がれたこと、そんな自分に感謝しながら、じゃあ目閉じている人は目開けて、膝軽く曲げたまま両方の指と指を腰の後ろで組んでいきます。腰の後ろで組んだら、その握り拳を左の腰に持っていく。左の肘が外に逃げないように後ろにポイントして、じゃあ足をぐっとマットに沈めて、吸い気で空の方に背骨を長く、吐く息で右の耳を右の肩に近づけていく。少し後ろにもたれながら左の鎖骨周りも少し広げていく。じゃあゆっくりと正面に戻ったら、手をまた後ろにリリースして、今度は指と指を組み替えて右の腰に持っていく。右の肘を後ろにポイントして、この鎖骨の周りいっぱいスペース作って、もう一度吐く息で足をマットに沈めて、吸う息で背骨を長く、後頭部空に持ち上げながら左の耳を左の肩。顎をゆっくりと動かす人は顎を動かしていく。次の吸う息で顔を戻して、手をリリースしたら両方の足を骨盤幅にして軽く膝を曲げていく。吸う息で両方の手を空、指と指を組んで、吐く息で左に倒れていきます。右のお尻を右にもうずっとスライドさせちゃって OK。 吸う息で正面に戻して、吐く息で反対、右に倒れて、左のお尻を左にシフト。じゃあもう一回、吸う息で正面空の方に伸びて、吐く息で左、吸う息で正面、吐く息で右。じゃあ正面に戻ったら指と指リリースして、もう一度足地面グッと押しながら後頭部を空に持ち上げていくと同時に指先も空、この時も肩が耳に上がらないように鎖骨の間広くしながら体側長く、そして少しだけ後ろに倒れていきます。鼻から息を吸って、次の吐く息でフォーワードフォールド、吸う息で半分起き上がって、吐く息で折りたたんで、両方の手ついたら右の足後ろ、左の足後ろ、ダウンワードドッグ。もし壁使ったダウンワードドッグする人は壁使って OK。 1日1回やるといいダウンワードドッ
じゃあ次の吸い気でかかとぐーっと空の方に上げて、吐く息でかかとを下ろして、じゃああと2回、吸い気でかかとを上げて、吐く息で下ろして、最後じゃあ次の吸い気で体マットと平行にしてプランク、膝ついていいです。吐く息でゆっくりと体をマットの上に下ろして、両方の足を後ろにポイントしたら、指先をフィンガーティップスコブラ、広くしていきます。吸い気で指先でマットを押しながら胸前から上で、次の吐く息で右の肩内側に入れて、左の肩越しに左の足を見ていく。もう気持ちよく、自分が気持ちいいように動いていく。吸い気で正面、吐く息で左の肩を内側に入れて、右の肩越しに右の足を見ていく。吸い気で正面、吐く息でもう一回左の肩越しに左の足見て、朝一の背骨を動かしていく。両方の手胸の横に置いて、手でマットを押しながらチャイルドポーズ。吸い気で四つん這いになったら、左の手少し前にして、右の腕を左の脇の下にくぐらせていきます。左の指先前にしてもいいし、顔の横にしてツイスト深めてもいいし、左の足を横に出したかったらこんな風でもいい。もう朝一はね、なんかよ、その同じポーズにずっとステイしているというよりも、ちょっと動くといいです。で、左の手戻して、左の足伸ばしている人は戻して、四つん這いに戻す。じゃあ反対、右の手前にして、左の手を右の脇の下くぐらせて、左の耳をつけていきます。右の指先を前にしてもいいし、顔の横にして床を押しながらツイストしてもいいし、右の足を横にしたかったら右の足を横にしてもいい。じゃあ一番大きい呼吸、右の手顔の横にして、右の手でマットを押しながら、お尻をかかとにつけて、指先を足の後ろ、胸を空の方に上げていきます。もしお尻をかかとから上げれる人は、お尻を空に上げてもいい。お尻をかかとにつけて正座になったら、左の手を胸の上、そして右の手をその上に重ねていきます。肩を後ろから下にして、肩の力を抜いていく。後頭部を何か軽くグッと後ろに押すように、首の後ろ長く。じゃあ今体の中にいるある息全部吐き切って、3回自分のペースで呼吸していきます。鼻から息を吸って、吐いて、呼吸を変える必要はなくて、呼吸をただただ追っていく。じゃあ最後、鼻から大きく息を吸って、口から疲れ、緊張、全部いらないもの吐き出して、体を空っぽにしていきます。ナチュラルな呼吸に戻して、今日一日を通して何か一つだけ行動する前に、ちょっとこのような休止時間作ってみてください。なんか人に電話する前とかね、電車に乗る前、メイクする前でもいいけど、ちょっとだけ少し立ち止まる時間作っていきましょう。両方の手胸の前に合わせて、鼻から大きく息を吸って、吐く息で頭を心に近づけて、ありがとうございました。今日も自分に優しく、人に優しく。
良い一日をお過ごしください。リリースしたら口角を上げて今日もいってらっしゃい。ということでですね、皆さん今日も日本もどん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 暑くなっていると思うんですけれども、今日も一日穏やかに、そして何かする前にちょっと立ち止まることを忘れないようにして、一つだけそれを覚えてみてください。なんかメールを送る前に、はあ、呼吸してから送信を押すとかね、そういうのでもいいですけど、一つだけ何かする前に立ち止まってみてください。このタンクがすごい好きでですね、私はこのルルレモンのエブなんとかタンクだっけなというタンクなんですけれども、すごい着心地がいいです。そしてルルレモンといえばですね、なんと水曜日に六本木ストアがオープンしますので、そちらもですね、もしお近くに住んでいる方はですね、ぜひ六本木遊びに行ってみてください。皆さんも良い一日を。 Have a great day. バイバイ。